皆さんこんにちは、チョコです。手取り23万円でやりくり中、3人家族です。家計管理、やりくり、生活のことを配信しています。本日の動画は給料日ルーティン動画となっております。いつもと変わり映えもしないんですが、少し雑談もしながら今回は動画を撮っていこうかなと思います。それでは早速始めていきましょう。今月のお給料は234,733円でした。予算を決めていきます。紙にはサクッと書いていきますが、後で全体像を一緒に見ていきましょう。この時間少しだけ雑談入れさせていただきますね。皆さん、エアコンってもうスイッチ入れましたか？本格的に夏も始まって結構暑さしんどいですよね。そんな我が家はまずエアコン自体がお家になかったんです。ああ貯金崩すのもなーとね、しぶしぶっていたら、なんと義理の父と母が購入して送ってくださったんです。もうね、ほんと感謝しきれないですよね。いつも何かあるたびに送ってくださったり、家計がきつい時に少しこう出してくれたりして、本当にね、いつも感謝してもしきれない父と母です。なのでいつかね、恩返しができるようにしていこうかなとは思っています。あ、そんな感なんで書き終えたので全体図見ていきましょう。固定費は夫のお小遣いが12,000円、いつもより1,000円減っています。なぜかというと漫画の課金、完全に沼にはまっていますよね。お小遣い範囲内でやっていただければ結構なので、今回はしっかり引かせていただきました。変動費は必ず47,000円、やりくり費は食費40,000円、日用品その他26,000円、現金は30,000円、予備費は設けていません。トータル69,000円です。貯金は先取り貯金21,000円、子供50,000円、特別費50,000円。今月から新しく積み立て NISA 積み立てが増えました。40,000円です。トータルが35,000円となりました。収支が234,733円、予算が232,490円となりました。今月も頑張っていきましょう。それではお金の流れに移っていきます。給与口座に7万円を残します。7万円を引いた164,000円を現金で下ろしていきます。そのうちの変動費ファイルにまとめて47,000円を入れておき、それを引いた117,000円を細かく振り分けていきます。銀行に行ってきました。このね、大金を持っている時は一瞬でもお金持ちになれる気分ですよね。続いて振り分けです。振り分けていきましょう。まずは変動費です。変動費は47,000円です。今月電気とガスを12,000円に設定したんですが、エアコンをねガンガンかけてしまっているので超えてしまうんじゃないかとヒヤヒヤしますが、抑えられるように頑張りたいと思います。次はやりくり費、食費40,000円で組みました。なかなか40,000円以下で抑えることができていない我が家なんですけど、だいたい週末にまとめてお買い物をすることが多くて、無駄な買い物をしないように努力はしているんですが超えてしまっています。次はやりくり費、日用品その他です。日用品だったり外食費だったり皮膚費だったり、そういったものに使っています。26,000円です。今月は少し少なめの設定なので抑えられるようにしていきたいなと思います。やりくり費、現金30,000円です。いつも行っているパン屋さんだったり八百屋さんが現金しか使えないので、その時用にお財布に入れています。あとは今月お友達にランチ行く予定があるので、その時に使わせていただこうかなと思っています。続いて先取り貯金21,000円です。
もう少しね増やしたいところですが、今は我慢、現状維持頑張ります。続いて子ども貯金5000円です。続いて特別費積立て5000円です。今月から新しく積み立て NISA の項目が増えました。4000円になります。5000円くらいからスタートしたいなと思っていたんですが、今月からは4000円しか捻出できませんでした。最後は固定費のお小遣い12000円です。いつも文句言わず働いてくれている夫には本当に感謝しないといけないですね。なかなか感謝の気持ちを伝える機会が少ないので、毎月お給料日くらいはちゃんと言おうと心に決めています。本当にいつもありがとうございます。はい、こんな感じで今回の給料日ルーティン動画は以上となります。雑談も入りましたが、最後まで見ていただけましたでしょうか。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。